おはようございます。日本で戦うために海を渡ってきた愛すべき助っ人たち。今回はシャーマン・オバンドを取り上げていきます。1970年、パナマで生まれたオバンドはプリネル・シクロ・デ・パナマ高校を卒業した1987年、アマチュア FA でニューヨーク・ヤンキースから指名され入団すると、1993年、ボルチモア・オリオールズ移籍をきっかけにメジャー初昇格も果たしましたが、レギュラー定着には至らず、その後はモントリオール・エクスポズやメキシカンリーグを転々とする日々を過ごしました。1999年、日本ハムファイターズは怪我により長期離脱していたナイジェル・ウィルソンの穴埋めとして、身長2メートル、体重100キロの巨漢に目をつけて交渉を開始。シーズン途中の5月に契約がまとまると海を渡ってきたのです。5月22日、東京ドームでの大阪近鉄バッファローズ戦、6番レフトで先発初出場を果たしますが、来日初打席はゲッツーに終わり、その後も時差ボケが長引いた影響からか、なかなか1本が出ませんでした。5日後の西武ライオンズ戦、2回表、相手のエース西口からレフトスタンドへホームランをかっ飛ばしたのを皮切りに、徐々に調子を上げていくと、最終的に打率3割6厘、20本塁打、62打点を記録し、1年目からチームの主軸となったのです。迎えた翌2000年は開幕から好調をキープし、打率3割4分3厘、9本塁打、25打点で4月の月間 MVP を獲得。首位スタートの原動力となりました。その後は怪我で30試合近く欠場したにもかかわらず、最終的にイチローに次ぐパ・リーグ2位の打率3割3分2厘、30本塁打、101打点と3割30本100打点をクリアし、ベスト9に選出されたばかりか。オールスターゲーム出場や長打率リーグ1位にも輝きます。3年目の2001年は開幕3戦目に自打球を左足に当て骨折したかと思えば、8月には腰椎椎間板症を発症し、わずか52試合の出場にとどまりました。復活を期した4年目の2002年には自己最多の118試合に出場、26本塁打、68打点を記録しましたが、ヒット116本、打率は2割6分3厘と膝の怪我の影響で本来の力を出し切れず、この年限りで日本ハムを退団すると、フロリダマーリンズに所属していた右の長距離砲ケビン・ミラーと2年総額660万ドルで契約していた中日ドラゴンズが、紳士協定を無視したレッドソックスにミラーを突然横取りされるケビン・ミラー問題の煽りを受けて助っ人を探していたことから、アレックス・オチュアとともに候補に上がりましたが、もう日本には戻りたくないと断りを入れ、メキシカンリーグでのプレーを選択したのです。ところが北海道移転の初年度2004年、日本ハムはエンジェル・エチェバリアの不調に加え、小笠原や金子のアテネ五輪参加で打線が薄くなりかけていたところ、シーズン途中にもかかわらず意外な来客がやってきました。観光ビザで来日し、自腹で日本ハムのテストを受けに来た助っ人は、現役の最後は大好きな日本ハムで終わりたいと日本球界復帰を切望すると、その熱意が伝わったのか、球団は入団テストの上年俸1000万円で再契約。パナマ時代に野球を指導していた教え子フェルナンド・セギノールと同僚になり、持ち前の長打力と勝負強い打撃でチームに貢献。 A クラス入りとプレーオフ進出の原動力になったのです。セギ様と呼ばれて親しまれたセギノールに倣って、おば様とファンに呼ばれた大砲でしたが、
翌2005年は打って変わって打撃不振のため解雇されると、シーズン途中の6月28日、ひっそりと帰国の途につきました。2006年3月、WBC のパナマ代表にも選出されたスラッガーは、テイクバックをほとんど取らない、手打ちのようなフォームから、最短でインパクトに向かう穴のない打撃で、全部のコースを試したけど全部打たれるから投げるとこがないと相手チームに言われるほど打ち取りづらいバッターだったのです。大げさなジェスチャーや派手なパフォーマンスは一切せず、ただ静かに打席に突っ立っていながら4番の風格を漂わせる右の大砲は、東京ドームの看板直撃弾を通算11回と量産したことから看板男と名付けられ、7月に入ると凄まじいペースで調子が上昇していった長打率は通算5割超えの夏男でした。いつも大きな怪我に悩まされ、フル出場できればもっと活躍できただろうと思わせる助っ人は、ファーストストライクの甘い球を狙い、普通の右バッターであればウィークポイントとなる内角高めのボールを器用に腕を畳んで叩くインコースヒッターとしてNPB437 試合で通算打率2割9分4厘、102本塁打、314打点の成績を残したのです。2回ともシーズン途中の緊急補強要員という特異な状況からチームに加わったにもかかわらず、しっかりと自分の役割をこなし、西武ドームの外野テレビカメラを破壊するほどのパワフルな打撃とは裏腹に、マイクを向けられるとどこか恥ずかしそうに静かに微笑んでいる希代の好打者シャーマン・オバンドー。いかがでしたでしょうか。これからも海を渡り日本に衝撃を与えてくれた最強の助っ人たちをご紹介していきますので、ぜひご登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。